チェルシー0、1、2、1、1ポルト CL 準々決勝セカンドレグ、UEFA チャンピオンズリーグ、CL 準々決勝セカンドレグ、チェルシー対ポルト、現地時間13日に行われた。ホームのチェルシー、0、1の敗戦を喫したものの、2戦、合計に1で準決勝、出を果たした。今シーズンのチェルシーはダゾーンで、つでもどこでも簡単視聴。 一ヶ月無料を試しみ、中、アウェーでのファーストレグオに、0で制し、優位にいた、いた、チェルシーの先発にはジョルジーニョ、エンゴロカンテ、カイ・ハフェルツやクリティアン・プリシッチなどが名を連ねた。ホムのチェルシーは2点のアウェーゴールで優位に立っているが、余談は許さない状況。だが、ホムでゴールを奪うことができない。均衡が破ったのは後半 AT だった。 ナヌのクロスにメフディタレミが、バイシクルシュート。これがゴール、に決まった。タレミのスーパーゴールでポル、が先制したが、あと1点足りず。ポルトが、セカンドレグを、するも、チェルシーが2戦、合計に1で準決勝に進む、した。データサイト、フセコードによる採点で、マンオブ、ザマッチ、マムを獲得したのはこの試合で勝利、逃した。 チェルシーのイタリア代表 MF ジョルジーニョだった。採点で7.69を獲得したジョルジーニは、攻守に貢献。パス本数は、チーム最多の65パス。効率は最高だったチアゴシウバに次ぐに、記録となる86.2%だった。ジョルジーニョがパスで、無にリズムをもたらしていたのがわかる。して悪巻だったのが、守備面だ。インターセプは、チーム2位の2回。 トータルタックル数は8回を6した。ジョルジーニョが中盤でポルトの甲の目を潰す門番として立ちはだかった。プレアリーグで1試合平均2.7回のタックル数を誇る。んてのこの日のタックル成功数は2回。かんてはるかに超えていた。過去の試合のスタッツ見てもジョルジーニョの8回のタックル成功は今季自身最多。この試合では 自身の一試合平ら、タックル数2.1回を遥かに超えていた。クロス、ラのスーパーゴールで1点を失いチェルシー。敗戦したが、ジョルジーニョが守備で相手の激の目を潰し、パスで攻撃のリズムを作った。1、に抑えられたのも、ジョルジーニョの貢献度、高かったのが要因の一つだろう。マム獲得も納得、量。